はい、気をつけてね。はい、皆さんこんにちは。今日は長野県生坂村の犀川河川敷にいます。今までね、餌とか中心に釣りしてましたけど、今日はルアー1本です。ルアーでね、何が釣れるか頑張って挑戦したいと思います。でもね、狙うはね、マス類ですね。ブラウントラウトとかニジマスとかね、あとなんだ、イワナヤマメとかね、そういった魚が釣れればいいと思います。使うルアーはですね、スミスのディープインサイトというルアーを使ってやります。それでダメだったらね、スピナーとかスプーンとかね、いろいろ試してみようと思ってます。では頑張ってみましょう。はい、あそこでね、待ち受けてる魚狙ってきますよ。はい、あそこ色が変わってて深くなってますね。大丈夫。ここで数日、まあ2日間ぐらいかな、母さん、はい、だよね。うん、あったかい日が続いて、昨日は20度近くまで上がりましたね。そうそうそう、18度かな。はい、今日午前中暖かい雨が降りましたね。それでまあ間違いなく水温が上がってるだろうということで、大物狙いでね、激アク頑張ってみましょう、はい、ね、母さんや。はい、お、なんか跳ねた。はい、さっきのでっかい？どうしよう、ちょっとそっち行く。大丈夫？頑張って。はい。うん、ここでここにいるから。
てね。すごい糸が出てる。よしよしよし、浅いところに来た。でかブラウンだ、ブラウン、すごい。ちょっと行くね、そこまでね。うわすごい、すごい、うわこれ、これ、これです。これですよ、これ。うわちょっとこれだけ持てるかな。持てる、持てる、持てる。大丈夫かな。だい、はあ、あれだね、結構。はあ、結構気するといいね。あ、ルアーがっちり。あ、いいとこ引っかかってる。よく一つ外れた。いや、すごい。よいしょ。はい、おお、すごい。60センチ、70センチ近くあるでしょうか。そう、すごいね。どうする、母さん、いただくか。そうね、いや測ってるいいか、ちょっと。いや、いいか、リリースするか。はい、ちょっと、2人で食べきれないからね。ちょっとこれ逃がしましょうか、ここの主ってことでな。いやー、よかった。大丈夫かな。逃がすよ。はい、ありがとう。ありがとうね。あそこの深いところで跳ねたの、これだったのかな。うん、帰ってたね。帰ってた。はい、あ、これで釣れたんだね。ドラグ緩めてね、ドラグ出っ放しだったんですけど、もうハフックもほらこんなになっちゃって曲がっちゃってね、もうほんとギリギリだった。もういいところにかかってたから ね、なんとか持ちこたえられたけど、あの1本だけだったりしたらね、あの曲がっちゃってバレてたかもしれないですね。いやーよかった。でラインの方が6ポンド、違う、8ポンドかな、ちょっと細い。そんなまさかね、あんな大物そんなまさかあんな大物がかかると思いませんですからね。あの8ポンドもあれば大抵の魚十分ですけど、まあそれすらねちょっと切れるんじゃないかと。はい、ではね、すごいブラウントラウトが茶マスですね、釣れましたけれども、釣れたのは長野県生坂村になります。そして、釣れたルアーがですね、こちらディープインサイトのちっちゃいやつで釣れました。はい、ということでね、あのバチャンってね、跳ねた近くをね、ポチャンって投げて、チョンスーチョンスーでね、最後もう本当シャロー岸際に差し掛かったところでガンって来たんですね。私もね初めてです、犀川で、マスを釣ったのかでね、そのマスがなんとこんなんだったね。60センチ70センチぐらいのね、ブラウントラウトでした。
ではですね、今日少し午前中雨が降って暖かい雨だったんで水温も上がったのもあったのかもしれないですね。それで魚の活性が上がって、運よくね釣れたのかもしれません。ではこの動画良かったと思ったらぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。